あ、来た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 。わーお。どうも高田康夫です。今回はですね、なんとマイナス160度のエステということで、銀座にちょっと康夫のお友達がオープンしたお店に行ってきました。でも康夫ちょっと銀座に行ったことなくて怖いので、ちょっと今日はレポーターのカズさんに行っていただきました。マイナス160度でエステってどんな感じなんでしょう。じゃあそれでは銀座のカズさん、で曲げていただいて胸の高さで測りますね、はい、大丈夫ですね、はい、本日こちらのマシン2分で大丈夫でしたか。はい、はい、ありがとうございます。本日こちらのクライアマシン2本入っていただきますと、はい、ストレスを緩和して良質な睡眠が期待できます。でまた、老廃物しっかりこう流されてむくみも取れるので疲労回復が期待できます、はい、で大体カロリーにするとマイナス500から800キロカロリー消費になります。であとは、アイシング効果もあるので、はい、痛みの軽減も期待できます、はい、でまた、免疫力アップを期待できます、はい、これすごくないですか。そうですね、液体実装これは日本にはまだそんなに何台もないです。もう国産だと日本にはまだうちを入れて、うん、松本と大阪と表参道と4店舗ですね、サロンだと。こちらお気軽にお願いいたします。はい、安尾の代わりにカズが体験しに参りました。これ履くんですか。はい、お願いします。靴下もですね、ふくらはぎまで一応念のためということでお借りしました。さあ、ドキドキですね。マイナス160度。はい、マイナス160度、ちょっと未知の世界ですね。体験します。こういう音がするんだ。はい、今は19度です。そうなんです。これが最初、マイナス120度までこのマシンを増やしてからスタートします。これ何分まで入れるんですか。これは、今3分まで、はい、入ります。ただ3分はアスリートの方が入ることが多いです。はい、すごい出てきました煙。はい、じゃあ、はい、ではこちら、スリッパのままこのまま、はい、はい、どうぞ。おー、すごい、わお、すごいな。リフトの方上げさせていただきます。はい、これ歩いた方がいいですか。あ、スタートしたらお願いします、はい。でもなんかまだそんなには感じない。あ、そうなんです、そうなんです、ね、ではガウンをいただいて、はい、はい、もうこれからです。こっから、こっからです。今ちょっとひんやりぐらい。ありがとうございます。そうしましたら、末梢神経多い手の方はこうやって袋で、はい、保護させていただきます。はい、いただきます。はい、OK です。はい、じゃあ120秒スタートします。はい、いきまーす、はいはい、で歩きながら、はい、ゆっくり回っていただくのがおすすめです。おー、あ、気持ちいい、今気持ちいい。気持ちいいですよね、今気持ちいい。あ、だんだん来た。あ、来た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 。わーお、おすごい。今日寝るときすっごいぐっすり眠れるので楽しみにしててください。睡眠の質がすごく上がります。おー、なるほどなるほど。すごいね。あ、結構、はい、おお。ただ体感温度はマイナス5度なんです。これ、あ、そうなんだ、はい、でもそうだよね、この
ほぼ裸でマイナス160度っていう感じはしない。はい。おお。なのでご安心ください。残りがあと1分です。すごい、でもたっぷりあるね。そうですね。うん、あれだ。やっぱりその指に近いあたりがすごい。はい、あ、やっぱ寒くなってますか。感じる。あの手首あたり。ああ。やっぱり末梢神経多いところの方が感じますね。はい。おお。そうしましたら手袋を置いていただきまして。はい。2分。2分経ちました。はい、あっという間です。わあ。で、こちらですね。はい、大丈夫。はい。はい、ありがとうございます。あすごいな。わあって感じ。結構今からの体がポカポカしてきました。もうしてるし、してきた。すごい。あの、すごい代謝がいい証拠です。全身ですね。はい。あ、いいわ。血流を促進してリカバリーです、ね、ます、ね、はい、顔だけっていうのは、あ、お顔もございます。あの、顔もあるんですけど、痛いところに例えば肩だけとか、はい、首だけとか炎症してるところだけに当てるものを、はい、当てることもできます。お左右です、どうぞ。あ、ちょっといいわ。こちらどうぞ。じんわりきますね。あの、まあ、僕なんかすごいよくマッサージとか行くんですけど、はいはい、やっぱり60分とかやってもらってあーっていう感じだけど、うんうんうん、2分でこの感覚っていうのはちょっと新しいですね、はい、新感覚です ね、 ね、はい、その時短が売りなので、うんうんうん、はい、さっと来てさっと終えられるっていうのが魅力の一つです。あ、なんかふわーっとしてるちょっとすごくいいので、はい、顔もやらせてもらいたいと思います。顔出てたからね。はい、これ顔も一緒にやった方がいいね。そうなんです。あの、マシン入った後に顔をやるとすごくより効果を期待できるので、うん、はい、これビフォーです。はい、もう着てるやつの気持ちいい。そうなんです、ね、ありがとうございます。毛生えるかな。予防にはなります。で、あの、頭からこうアプローチするとあのリフトアップ効果もありますし、リラックス効果にもなります。大丈夫です。その感じる場所によって違うのね。そうなんです。目の周りとかその皮膚の薄い場所はやっぱり冷たく感じるんですけど。うん、おお。もう女性は首のシワもすごい気になるので、首にもアプローチできます。男性だとやっぱりこうストレスを日々感じられている方が多いので、そういう方にやっぱり頭皮をしっかりアプローチしてストレス軽減してもらう感じになります。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、いや、ちょっとすごいこれ目の開きが。そうなんですよ。違う、開いてますね。ちょっといい。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんか気持ちよさそうでしたね。マイナス160度ってちょっと野草は想像つきませんけど、勝さんとても気持ちよさそうにしてました。今夜はきっとぐっすり眠れることでしょう。それではまた。